僕自身は今回だいぶ早く終わりました。複数の人がいっぱいいる中でワンっていうのが出てくるようになりましたね。やっぱりね、こんな場面出るのみたいなですね。最近の傾向として、初っ端から難しい問題が出てくる。放題始まりました。モテチャンネルです。さあ、受けてきました。先ほどですね、第258回トイック選んだ公開テストです。12月6日のね、テストになりますが、まあ、午前の部になりますね、258回は。そして259回が午後の部になります。で、同じ午前の部でも複数問題ってありますので、だから同じ問題受けてるとは限らないので、感想が違う問題の可能性がありますので、そこを知っておいてください。複数フォームありますので、トイックっていうのは。で、今回、一度も行ったことない会場だったんですけども、まあね、多分 Google マップがすごいなんかぐにゃぐにゃ示したんだよね、道をね。横断歩道の関係だったのかと思うんですけど、まっすぐ行きゃすぐなのに、なんでこんなぐる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 、ね、わけのわかんない行き方をさせるんだろうっていう感じだったんですよね。途中そのね、会場の行き方を示す看板も立ってて、それが Google マップと違うので多くの人が混乱してましたね。いろんなとこからこう人が出ててきた。明らかにもう受験会場に向かう人がなんかぐにゃぐにゃな道で行ってたんですけど、でそこの会場で初めて壁の目の前で受けましたね。壁っていうので受けるのはもう本当に初めてですね。目の前に壁、横にも壁って、だから音声が右はほとんど聞こえないで左だけ聞こえるっていう、すごい変な感じ、聞きづらいなと思いましたけど、まあ前回と違ってね、二人だけじゃなかったんで、一人一人孤立してたんで良かったかなと思いますね。さらにちゃんとスペースも取ってあったんで、横にも後ろにも誰もいないっていう状況だったんで、環境としては良かったかなと思いますね。あ、ただ大学受験とかでもそうですけど、壁に当たると寒いので、窓とか壁が横にね当たっちゃうと寒いですので、ね、服、暑さ、寒さ、暖房が横に来ると逆に暑くて大変ってことになりますから、そういう着脱できるので受験はね、トイックだけじゃなくて大学受験とかでも必ず準備しておくことが大事ですね。僕はだからめちゃくちゃ寒かったんですよ。こっちが右側がめちゃめちゃ寒くて、コート着ながら受験しましたからね。で、まあどうだったのかをね、話していきたいと思いますね。いや、まあ、あと4割が休んでた。すごくもったいなくないですか？こんな今抽選で当たらないっていう人がいっぱいいる中で、4割の人が受けてなかったですからね。超もったいないですよ。朝っていうのと、あと寒いってなると、やっぱ人って起きないで、受験しない人すごく増えるんで、やっぱりもう本当キャンセル待ちとかね、できればいいんですけどね。アナログなんでね、トイックって日本は。ではそれぞれのね、難易度についてちょっと話していこうかなと思いますね。パート1はまあ普通だったかな。そんなに突拍子もないものはなかったかなと思いましたが、あ、ただやっぱ複数の人がいっぱいいる中で1っていうのが出てくるようになりましたね。やっぱりね、今回もありましたね。今まで2人いてそのうちの1人がみたいなのはよくあったけど、数人いてそのうちの1人っていうのが今回もね、出てきました。正解になった表現たちはまあどれもかつて出てきたものなんですが、やはりトイックに慣れてないと難しい。今まで聞いたことないとわからないんじゃないかなって思いますね。パート2はまあやっぱり変化球が大変ですね。序盤はだいぶストレートなものが多かったですね。真ん中からだん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 変化球が出てきた。変化球にやっぱ慣れてないと相当、直接的回答じゃないやつですね、やっぱりすごかった。で、まあまあパート1、2特急自分が出してますけど、このパート2でいやこれ難しすぎじゃないですかとかってこの間コメント来てましたけど、こんな引っ掛け解けませんよ、いやバッチリ出てましたよ。主語が違っていれば正解になるやつとか、すごい遠回しなやつね、バンバン正解に出てましたけど、まあ多分全問正解できたと思いますよ。自分自身全部自信を持って選んだ。で、次はパート3が、これが難しかったですね。いつもよりかなりうってなりました。まあもちろん朝受験だっていうのはあるとは思うんですけど、こんな場面出るのみたいなですね。いや、だいぶやっぱりトイック出てくる場面がね、現代化してるっていう印象ですね。テクノロジーから何からですね、様々なものがすごく新しいトピックがバンバン出てるって感じですね。まあよく出るトピックっていうのが、はいはいはい、あるなっていう印象でしたね。なんでパート3が全問正解できたかがちょっと微妙だったね、数問。で、次パート4は、これは全問正解できたと思いますけど、まあ難易度的には、優しくはなかったですね。やや難ぐらいですかね、印象としては。3よりは簡単でしたけど、やっぱり同じように場面ですね。今までなかったような場面とかが出てくるようになってる印象ですね。その分ちょっとやっぱレベルが上がったって感じ。
です。続いてパート5ですね。パート5は、何にしときますか。難しかったと思います。受験生、普通の人にとっては。多分語彙問題とか、あと語形問題でも見たことない単語が出たと思いますね。多くの人にとって。まあ自分自身は当然、トフル受けたりだとか、研究とかね。そしてまあ大学入試の難しいところを担当してるんで、見かける単語なんですけど、やっぱ見たことないっていう単語がいくつかあったと思います。あとは知ってる単語でもこの語法は知らないだろうなっていうのが出てたんで、多分かなり難しく感じた人も多いんじゃないかなと思いますね。そしてパート6、これもやっぱ文挿入問題ですね、が難しい。これもいけちゃうんじゃないのっていうのね、消去法をきちんと使ってください。そしてこのね、今回はやっぱ間違いの根拠を見つけてないと正解選べない感じがしたんで、いやちょっとこれは厳しいでしょうっていう感じですね。唯一その文挿入問題だけですね、今回時間かかったの、自分自身確認のためにもう一度読んだっていうのはこのパート6の問題だけでした。できちんと消去法やってこう矛盾点があったんで、あ、ここ矛盾してるからもう絶対正解はこれしかないっていう感じでちゃんと正解を選べたっていう感じでしたね。まあ、あとはよく言う段落のトピックですね、それ意識するっていうのは大事だと思います。あ、でも今回そうですよ、段落すらない並んでるだけのやつとかね、あんなも出るんだなパート6でっていうね、すごく新しい形なのか、まあリサイクル問題だったら新しくはないんでしょうけど、こんな形のも出題されるんだっていうのでちょっとびっくりしましたね。続いてパート7、まあ普通って言えば普通かな、やっぱりただ知らない表現、あ、こんな言い返されるんだとか、うわ、こんな単語出るんだみたいなのはあったんで、それらを知らない人にとってはやっぱり難しく感じますね。で、最近の傾向としてやっぱり初っ端から難しい問題が出てくるっていうのがね続いているんで、今回もやっぱり初っ端から難しい問題で場面が浮かばないみたいな感じだったんで、やっぱりできるものから解いていくっていうのが大事になりますね。で、途中途中にもやっぱりかなり難しいものが入ってましたね。ただいつもより優しめでした。一個も迷わなかったですね。ここが珍しかったです。ちょっと心配なんですけど、逆にね一つも迷わなかったので、ただやっぱ一般の受験者にとっては相当大変、やっぱ周りも全然終わってなかったですね。僕自身は今回だいぶ早く終わりました。そのパート6の1問だけだったんで悩んだのが、あとは全て悩まずに行ったので、だいぶ時間が、まあ時計持ってないんで分かんないんですけど、何分余ったかっていうのは感覚として、あ、だいぶ余ってるなっていうので見直しも相当できましたね。5、6も全部やったし、7のダブル、トリプルも全部やったし、シングルパッセージの途中まで全部解き直してたんで、だからだいぶ時間はあったと思いますね。で、やっぱ解き方知ってるかどうかって大事だと思いますね。ダブルとトリプルの今回やっぱ照らし合わせの問題が簡単だったんです。パッパッパッと解いていける感じ。あとコツとしてはやっぱプラス1マイナス1ね。次の日、次の週、次の月、前の週、前の日、前の月みたいな感じで、それを答える問題っていうのがやっぱ最近よく出てきているので、そこをちゃんとしっかり理解しておく。3問ぐらいあったな、今回もね。とにかくこの1っていう計算ですね。プラス1、マイナス1の計算が出やすいので、それが出てたっていう印象ですね。プラス2とか3は出ないんですよ。そんな感じでね、やっぱ照らし合わせになれるっていうのが大事だと思いますね。推測問題はそこまでだったと思うんだけどね。そんな感じだったと思います。やっぱちょっと難しい単語が出てくるようになってるなっていう印象と、やっぱ現代化してるというか、今までなかったようなね、状況が出てくる。まあ、ウェビナーとかね、ウェブセミナーとかね、定着しましたよね、完全に。しょっちゅう出てくるようになりましたからね。はい、こういったことを意識しながら勉強していくっていうのが大事になるかなと思いますね。受けた皆さん、ぜひですね、感想を書いてください。で、6時からですね、18時からは反省会のライブやりますので、またそこでね、いろいろと話したいと思います。別にスカイプ参加したいとかっていうのはぜひしてもらえればいいと思いますのでね、僕自身もそういう風にこの反省会ラジオ上に参加したことによって自分自身こう本書いたりなんだりしてますからね、ぜひチャンスとして出てもらえればいいんじゃないかと思いますね。特に1月僕ね、申し込み忘れちゃいましたから、僕の代わりにやってくれる人いましたら募集しておりますので連絡ください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.